旅人にパイモンじゃないか。久しぶりだな。俺とティミーの決勝戦をわざわざ見に来てくれたのか。おお、ガイアが決勝まで残ったんだな。騎士団の仕事は大丈夫なのかよ。なんだかいつもサボってるような。おっと、何を言うかと思えば、俺はちゃんと仕事を済ませてから大会に参加してるぞ。酒を飲んでカードゲームをやる。これこそ仕事外の時間を楽しむ際の最高の過ごし方じゃないか。おっと、今のはディオナに内緒にしといてくれよ。カードゲームといえば、ガイアは試合中に誰か怪しいやつを見なかったか？例えば、他の人のカードを盗むやつとか。他人のカードを盗む？いや、見てないな。少なくとも俺が試合していた時にはいなかった。どうしたんだ急に。それがな、さっきフォンテーヌから来た記者に会ったんだけど、あれ、シャルロットはいつの間にいなくなったんだ。くぅー、あいつ一人で美味しいもんを食べに行ったんだな。フォンテーヌから来た記者か。はあ、スチームバード新聞社のあの人のことか。騎士団の来訪者リストで見た記憶がある。そうそう、そいつだ。会場に出没したカード回答を見たって言うから、オイラたちそいつと一緒に調査してるんだ。カード回答、ほう、面白そうだな。だがパイモン、その回答のターゲットはカードで間違いないのか。え、どういう意味だ。皆さん、決勝戦が間もなく始まります。選手のお二方は準備をお願いいたします。あいにくこの話はお預けのようだな。ああ、ありがとうな。頑張れよガイア、また後でな。この決勝戦どっちが勝つと思う？ああ、ガイアって悪知恵が働くから何か策を用意してるだろうし、今回の大会の優勝者って多分新聞に載るよな。あ、新聞といえば大会の報道ってシャルロットの仕事だぞ。あいつ、まさかモンドの屋台に気を取られてるんじゃないよな。探してみようぜ。シャルロット、ここで何してるんだよ。何も言わずに消えるなんて。だってお二人は知り合いに会ってたんでしょ。積もる話もあるだろうし、邪魔をしたら悪いかなって。ガイアは今回の決勝戦に出る選手の一人なんだぞ。てっきりあいつを取材するもんかと思ったけど、お前大会を報道する記者なんじゃなかったのか。まあまあ、大会の記事なんて目をつむってても書けちゃうから。それよりあそこの二人を見て。さっきから気になってたんだけど、あの二人の行動ってすごく不自然なの。ずっと人の視線を避けてるし、何か知られちゃいけないことをしようとしてるみたい。え、まさか本当にカード回答がいるのか。し、静かに。悟られちゃダメよ。決定的な証拠を出したら私の写真機で。って、ちょっと、なんで一人しかいないの。もう行っちゃったぞ。追いかけましょう。シャルロットってなんか手慣れてるよな。こういうこと今までもたくさんしてきたんだろ。褒めすぎよ。フォンテーヌの有名人はみんな姿を隠すのが上手だから、これぐらい大したことないわ。いやいや、別に褒めてないぞ。
あの人はモンド城の側門へ向かったわ。気づかれないようにこっそりついていきましょう。城門から外に出たぞ。どこまでついていけばいいんだ。このままじゃガイアとティミーの試合に間に合わないぞ。軍需品の調達が必要でしたら。また退屈な一日だ。止まったみたい。ここで様子を見ましょう。なんでこんな遠くまで来たんだろう。まさか何かを隠そうとしてるとか。あいつうずくまって頭を抱え始めた。って違う、砲塔団だ。あいつ砲塔団に狙われてるぞ。早く助けてやろう。助けてくれ。モンド城のこんな近いところになんで砲塔団がいるんだ。はっと、え、窒息しろ。実験の相手を間違えた。大丈夫か。ああ助かった。もうおしまいかと思ったよ。さっきの砲塔団の人とは知り合いだったの？なんだか君を狙ってた気がしたけど。知り合いなわけないだろう。私はただ散歩を、ここを散歩してたらなぜかあいつらに囲まれたんだ。へえ、つまりあの人たちが君を狙ったのも君が会場で怪しい取引をしたからじゃないってことね。取引？何のことかよくわからないんだが。あら困ったわね。私って新聞記者なの。さっき会場で取材してた時、君がこっそり誰かと取引してたところをちょうど写真機に収めてね。取材しようと思ったけど、君がトラブルに巻き込まれた上にさっきの取引まで否定したとなると、この証拠は騎士団に渡した方がいいかしら。やめてくれ。言うから認めるから。別に知られちゃまずい取引なんかじゃない。シャルロットのやつハッタリがうまいな。さっきは何も取れなかったのに。会場にいたら私が使ってるカードの裏面を高値で買い取ると急に声をかけられたんだ。値段を聞いたらびっくりするような額でね。ほう、どんな裏面なの？雑貨店で適当に見つけた裏面のセットだ。宝箱の絵が描いてあってすごく安いやつなんだけど、あの人はなんと3倍の額を出して買ってくれた。それも現金で。あまりに信じられないことが起きたから、人が少ない場所で受け取った金を確かめようとして、そしたら砲塔団に。その裏面のセットをどうして欲しがってたのか相手には聞かなかったの？それは聞かなかったな。最近七星召喚が流行ってるだろ。みんな工夫して自分のカードをかっこよく見せようとしてるから、別におかしいとは思わなかったのさ。でもそれを渡したら彼はほっとしたようだった。モンドのはこれで全部集まったとか、次はリーユエに行くとか言ってたな。本当に出任せじゃなくて？ああ本当だ。確かにこの耳で聞いた。私がその裏面を渡すと
彼は肩の荷が降りたかのような感じだった。とても真摯な感情が伝わってきたよ。あの裏面ってそこまで金になるのか？お金になるかどうかはわからないけど、ご自身の安全のためにも騎士団には報告した方がいいと思うわ。だって知られちゃまずい取引じゃないでしょ。そうだな、その通りだ。早速騎士団に報告しに行くよ。あいつの話だと相手はただレアなカードの裏面を集めてるやつみたいだけど、本当にシャルロットが探してる人なのかな。やっぱりちょっと引っかかるわ。様々な国を行き来して雑貨店で売ってるような裏面のセットを高値で買うなんて、そんな人本当にいるのかしら。そのセットの背後にはきっと知られざる秘密が隠されてるに違いない。そう私の勘がささやいてるわ。これぞスクープの匂い。アルベドみたいな有名な画家が描いたとか、その裏面のセットの価値は知る人ぞ知るみたいな。とにかくこの手がかりを追い続ければ間違いないはずよ。相手の顔はよく見えなかったけど、体型や身のこなしが前に見たカード回答とそっくりだったの。多分同じ人物だと思うわ。今回直接手を出さなかったのはおそらく会場で人目が多かったからね。だから比較的穏便な方法を選んだんでしょう。となると次はリーユエに行くんだよな。やったな、また友達にたくさん会えるぞ。でもその前にまずはガイアに挨拶しとこうぜ。決勝戦の結果が気になるしな。うん、私も一緒に行くわ。今回の召喚王グランプリモンドエリアのチャンピオンはティミー君です。わあ、すごいぞ、ティミーが勝ったって。やれやれ、負けちまったな。相手が強すぎた。一時も気を抜けなかったぜ。慰めはいいさ。それよりこちらがお前たちの言ってたフォンテーヌの記者シャルロットさんだろ。ようこそ、歓迎するぜ。俺はセピロス騎士団騎兵隊長のガイアだ。モンドを楽しんでるか？ええ、お気遣いありがとう。モンドは自由と鹿の都だって昔から聞いてるし、ここの雰囲気も噂通り穏やかな香りが漂ってるわ。気に入ってくれてよかった。そうだ、さっき急いで側門へ向かうのを見たんだが、何かあったのか？試合中ずっとそのことが気になっててな。なるほど。ガイアが言ってたカード回答の本当のターゲットだけど、その答えってカードの裏面なんだよな。どうしてそこまで裏面にこだわってるかはまだわかんないけど。ああ、お前たちと一緒にリーユエに行ってやりたいところだが、俺にはまだ騎士団の仕事が残っていてな。それに当面の急務はモンド周辺の警戒を強めることだ。最近砲塔団がますます活発になってきているからな。ひひ、安心しろ。何か情報があったらお前にも教えてやる。シャルロットの勘が正しければスチームバード新聞でその独占記事を読めると思うぞ。
ああ、それじゃ楽しみにしてるぜ。ありがとう。それじゃあ今晩は一休みして明日リーユへ出発しましょう。今日起こったことを整理して記録する時間もちょうど必要だからね。あ、そういえばずっと聞きたかったんだけど、このポスターに書いてあるのって七星召喚の考案者の二人だよな。かなり若そうだけど。彼らに関する噂は少ないのよね。名誉を気にしないからか、あんまり外出しないからか、この人たちに会ったことある人ってほとんどいないの。ポスターはイメージで書いたものだろう。重要なのは大まかな特徴で細部じゃない。二人は控えめな学者ってことか。おいらだったら会場でサインしたりカードを売ったり、おまけにタダで飲み食いしたりしてるだろうけど。そいつは俺も同感だ。みんなで七星召喚でもやったらもっと楽しいだろうな。実はこっちに来る前に資料をたくさん読んだの。その二人を取材しようと思ってね。でもどの資料にも二人の住所は書いてなかった。七星召喚のイベントに出たっていう記載もなかったわ。まるでこのゲームを作った後一度も遊んだことがないってそう言ってるみたい。遊びたくない、あるいは遊べない理由でもあるんだろうな。今回の召喚王グランプリには参加してくれるかしら。それはお前らの運次第だろうな。ただ俺の経験から言わせると旅人の運はそう悪くないはずだぜ。そうなの？なら安心したわ。とにかく今はあの怪盗を捕らえる方が重要よ。スネージナヤにはこういうことわざがあるらしいわ。二頭追うものは一頭も得ずってね。でもオイラと旅人なら手分けして探せるけどな。いっぱい話したらお腹が減ってきたぞ。これからのことはまた後で考えよう。まずは食べ物を探しに行こうぜ。なかなかいい生き方だな。もしよかったら近くの屋台を見て回るといいだろう。最近は大会に引き寄せられて人が集まってるから、会場には楽しいもんがいっぱいあるぞ。